蒸気機関車とか機関車ってこうどっちかっていうと電車というよりかは機関車が客車引っ張る方が好きなんですけど、こう蒸気機関車なんか撮ってるとこう煙の具合とかがこう時と場合によってこう表情が違うんですよね。それがちょっとなんか人間臭さを感じるっていうか、そういうとこが魅力なんだと思うんですけど、それでもう、ずっとハマって写真やってるような感じです。電車止めちゃったとかそういうのはちょっと行き過ぎかなっていう、こうまあ加熱しすぎたっていう、まあこう運営してる鉄道会社の側からしても、まあ危ないぞ危ないぞっていう警告は発せられると思うんですけど、まあ言うならば僕自分たち安全に取ってるよって向こうの鉄道会社にもアピールできたらなっていう、そうすればこう鉄道会社とこうなんていうか、撮り鉄は悪いみたいなこうイメージが払拭できていくんかなと思うんですけど。デジカメができてからでしょ。デジカメ持ってれば誰でも撮れちゃうでしょ、だから早くから行っていい場所撮るとかそういうあれもなくなっちゃった。で三脚の普及とね、今ホームだったら脚立とか三脚はダメです。マナー確かに悪くなってます。